はい、発作でございまーす。 私ね、たまにホラーノベルが読みたくなるんですけども、発作が起きましたので、今回も探してきました。今回はね、あの、もともと2チャンネルのオカルト超常現象版、死ぬほどシャレにならない話を集めてみないっていうところがあるんですよ。シャレコアって言われてるやつね。に載っていた、まあ、その、すでにね、書き込んだ人の体験談の、猿夢っていうところを、えー、ノベルにしたったやつです。なんか、猿夢って聞いたことはあるんですけど、俺あんま詳しく知らないんで、結構2チャンに やった怖い話って結構ね有名だったりするんですけど俺はあんまりほとんど知らないのでちょっとそういうのをね読んでいきたいと思います本当にやったかもしれない怖い話猿夢猿の夢を見るみたいなことなのかな私は夢を見ていました昔から私は夢を見ている時にたまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがあります名石夢って言うんだっけなんかそんなんだよね 俺はでも夢を見てるって、あ猿夢。体験者、七七三不明。うわー、なんかテレビ番組みたい。この時もそうです。俺はね、夢の中で夢って気づけたりすることはないね。そんな夢の中でしっかり操れたりはできない。ただ夢、だ、夢なのかわかんないけど、冷めないで欲しいなーって思って二度寝するともう一回見れるみたいな、そういう現象はあるよね。この時もそうです。なぜか私は、 薄ずいぶん陰気臭い、えー、夢だなと思いました古いあれだね無人駅だねすると急に駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れましたそれは「まもなく電気り 怖いい目にあいますよ怖車掌の悪ふざけ半端ないなもしも本当にあったとしたらな正気がない感じの声じゃなかったけどね怖い目に遭いますよと意味不明なものでした無人駅で自分しかいないのにもう俺一人に当てたあれだよねメッセージというかアナウンスだよなこれ間もなく駅に電車が入ってきましたこれ電車これ。 なんか遊園地のなんかねあのアトラクションみたいに見えるけどあやっぱそうだよねそれは電車というよりよく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので数人の顔色の悪い男女が一列に座っていました顔色の悪い男女もうすでに座ってるってことかこれ降りられないみたいなことなのかなこの遊園地のやつを永遠に乗せられ続けるっていうそういう恐怖の夢みたいな 私はどうも変な夢だなぁと思いつつも自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなりその電車に乗ることに決めました夢の中だけど自分でちゃんと行動できちゃうんだな明晰夢だから本当に怖くて耐え,ら耐えられなければ目を覚ませばいいって思ったからですそんな器用なことできるんですかあなた 私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って自由に夢から覚めることができました。うわじゃあこれものすごいエロい夢見たらもう一生起きないでいようって思えるってこと私は電車の後ろから3番目の席に座りました。辺りからは生暖かい空気が流れていて本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。とアナウンスが流れ、 電車は動き始めました。これ夢じゃなかったとしたら怖いなぁ。でも全然知らないとこに突然いるんだったらもう普通に考えたら夢だもんね。夢かクロちゃんだよな。そんなことあり得るのは。これから何が起こるのだろうと、私は不安と期待でドキドキしていました。まだここは夢ってわかってるから、怖い目にあったとしても別にちょっとそれはワクワクしてる。まあ甘く見てるって感じなんだろうな。 ほうほうああでもでん完全にこれは遊園地のアトラクションって感じだね電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました私は思いましたこのトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だこの電車だってお猿さん電車だし結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないなあー 実際ちょっとしたね体験したものとか見たものを組み合わせて夢って作られてたりするのかもしれんなまあスリラーカあれだよねあの花屋敷にあるやつとかそんな感じですよねとその時またアナウンスが流れましたは池作り池作りです池作りなんだ池作りって魚ねえっえっめっちゃビビった上何今のうわーって聞こえた 池作り魚のなどと考えてると急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました振り向くと電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに4人のボロを切れのようなものをまとった小人が群がっていましたそれ怖いな主人公は3番目だよなよく見ると男は刃物で体を裂かれ本当に魚の池づくりのようになっていました 強烈 <laughs> うわ。うわーじゃないのよ強烈な周期があたりを包み耳が痛くなるほどの大声で男は悲鳴を上げ続けましたうわぁしか言わないやめろやめろ行けみたいなこと言わないんだ男の体からは次々と内臓が取り出され血まみれの臓器が散らばっていますそれは嫌な夢だなここまでグロい夢は見たことないな覚えてないだけかもしれんけど 私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていましたが彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にも留めてない様子でした主人公だけがなんか様子をうかがってるんだな私はさすがに想像を超える展開に驚き本当にこれは夢なのかと思い始め怖くなりもう少し様子を見てから目を覚まそうと思いましたもう起きた方がよくないもう秒で起きた方が多分いいと思うよ一番後ろの人の その前だから多分6列あんのかなで、今6列目の人が池づくりになって5列目の人が髪の長い人でしょだからもうあと2番で主人公やばいかもしんないわけじゃん気がつくと一番後ろの席の男はいなくなっていましたしかし赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました後ろの女性は相変わらず無表情に1点を見つめていましたうわえぐり出しですえぐり出し とアナウンスが流れましたすると今度は2人の小人が現れギザギザスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出しまうわ痛い痛いさっきまで無表情だった彼女の顔は痛みのためものすごい形相に変わり私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げましたこれ次確実に自分の番だよな目から眼球が飛び出しています血と汗の匂いがたまりません たまに聞くこの猿夢ってのはこういう話なんだこれ主人公もうやばい起きようっって,ても起きられないんじゃないのこれ私は怖くなり震えながら前を向き体をかがめていましたうあ,あそう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 ここらが潮時だと思いました絶対あん,あんた起きられないとは思うけど起きる努力をしてみなさい絶対起きられないと思いますけどねこれ以上付き合いきれません しかも、順番からいくと、次は3番目に座っている私の番です。あなたの番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるんだろうと思い、それを確認してから、その場から逃げることにし、てやめなさい。やめなさい。今なら起きれるかもしれないんだよ。だようわーやだなーなんかミンチにされるじゃん。父チチタブされちゃうよ、父タブ、チ,チタブ。とアナウンスが流れました。最悪です。 どうなるか、容易に想像ができたので、神経を集中させ、夢から覚めようとしました。ワンチャンでいいアナウンスが流れるかもしれんもんな。次は、億万長者ですとか、流れるかもとか思ったのかもしれんいな、主人公。そんなこと起こるわけないから。夢を、覚めろ覚めろ覚めろいつもは、こう強く念じることで成功します。えーそんな風に起きるんだ。でも、こうやって起きれる人多分いるんだろうね。急に、ウィーンという、機械の音が聞こえてきました。 これはミンチにされちゃうんじゃない今度は小人が私の膝に乗り変な機械みたいなものを近づけてきました。起きなさい早く起きて多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢よ覚めろ覚めろ覚めろと目を固くつぶり一生懸命に練じました。怖っ男はウィーンという音がだんだんと大きくなってきて顔に風圧を感じもうダメだと思った瞬間に 静かになりましたおーナイス起きれたいや起きれないパターンだと思ったんですけど起きれましたねなんとか悪夢から抜け出すことができました全身汗でびしょびしょになっていて目からは涙が流れていましたいや怖かったんだな怖かった割にはちょっと好奇心が勝るところが結構ありましたけどね汗でびしょびしょになった俺もこの前仰天でね取り上げてもらった時見ててあか体中汗びしょびしょになったけどね 共感性周知みたいなものが働いて、私は寝床から台所に向かい、水を大量に飲んでいたところで、やっと落ち着いてきました。まだこれ、ひき肉にされるっていうオチじゃないのでもこれ、にちゃんに一応実話として書き込まれたんだよね。ということは、この人は生き残ったってことなんだもんね。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。大丈夫か 学生なんだね、この人。次の日、学校で会う友達全員に、この夢の話をしました。でも、みんな面白がるだけでした。所詮は夢だからです。まあ、夢はね、夢の話で面白くするのって結構難しいからね。一条とかの漫画にもあったけど。それから4年間が過ぎました。え、結構経ったね。 さっきまで中3だったのか。大学生になった私は、すっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。夢のことってさ、あ、面白い夢見たって言うけど、午後には,はもうね、覚えてなかったりするから、そりゃあ、4年も経ったら覚えてないよな。そして、ある晩、急に始まったのです。えお、またまたあの場面からでした。私は、あ、あの夢だと。 すぐに思い出しました。すると、前回と全く同じで、二人の小人があの女性の眼球をえぐり出しています。最後尾の男性もカットされてる。再放送だから、やばいと思い夢を覚めろ覚めろ覚めろとすぐに念じ始めました。今回はなかなか目が覚めません。夢を覚めろ覚めろ覚めろいよいよ、やばくなっていきました。ウィーンと。 近づいてきます夢を覚めろ覚めろ覚めろ覚めてくれおっふっと静かになりましたどうやら何とか逃げられたと思え目を開けようとしたその時こわとあのアナウンスの声がはっきりと聞こえました次に来た時は最後ですよ目を開けるとやはりもう夢からは完全に覚めており 自分の部屋にいました。うわ、これまた、またゆあの夢見たらもう終わりってことだもんな。さらにギリギリで目が覚めたから、次はもう引きにくになっちゃうわけでしょハンバーグでしょ最後に聞いたアナウンスは、絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。私は、私が一体何をしたというのでしょうかいや、怖いな、これ。はぁ、あ、起きた後聞いたみたいな。 それから、現在まで。まだ、あの夢は見ていませんが、次に見たときには、きっと心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。うわー、怖ー。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界ではひき肉です。おーいや、よくできてんなやめろやめなさい <laughs> そういうの、そういうのやんから、この夢の続きは。 今夜あなたが見るのかもしれませんいらんいらないらん。そんななんかタモリの最後のなんかね、世にも奇妙な話でタモリがちょっと嫌なこと言うストーリーテラーのやついらないから。おー、面白かったね、これ。はい、ということで。まあ短い話というのは知っていましたが、えー、猿夢でした。本当にあったかもしれない怖い話、猿夢。まあ、この猿夢っていうワード聞いてたんだけど、あこういうことだったんだね。 なんか猿のまあ電車というか猿の遊園地の電車に乗っている夢だから猿夢っていう夢なんですねこうやって2ちゃんのスレのものがこうやって有名になってゲームとかにもなったりするってことはまあ当時その2ちゃんのねあのスレとかではかなりうわ怖っとか盛り上がったんでしょうねそのスレとか読んだりとかでかこういう2ちゃんであった怖い話とかねゲーム化されているものとかがあったらねまたやってみたいと思います えー、今回は猿夢を見ました。えー、ちょっと前ぐらいにもね、あのー、突然なんかどっかに行くみたいなね、あの超常現象版みたいなね、スレのやつを見たりして、そっちも面白かったんで、これも探してみたんですけど、またこういったゲーム見つけたらやってみたいと思います。何かあったらね、えー、コメントで紹介とかしていただければ、えー、幸いです。ご視聴ありがとうございました。えー、猿夢と巨頭鬼は皆さん気をつけてください。